ティケキョです。オーバーウォッチの動画です。今回はマクリを使用していきます。マップはルート66ペイロードですね。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こっちの構成はシグマオリーサの似たてでマクリアッシュと、まあ結構弱そうな構成ですね。なんかねドゥームフィストとか、まあ、ゲンジとかリーパーとかそういうキャラがいたらええんかなって思うんですけど、なんかトレーサーがシュンシュン言ってたんで角待ちします。この試合角待ちして性格悪いシーン多いんですが、まあ自分のあの根が出るここですね。やっぱりねトレーサー頭でやっていくと、まあ自分のこの心の内が出てしまったのかなと。本音がね陰キャラやっていうところがバレる試合にもなっております。相手速攻トレーサーからリーパーに変えましたね。やっぱりこの陰キャまくりにトレーサーやって仕留められるというふうに思ったのか、下にドゥームフィストいますね。大手のシグマが上に上がってきてちょっと予想外。大手シグザリアね、シグマザリアか。結構まあいけるかなと思ったんですけど、モイラもあと一発惜しいところで続いております。リーパーゴリゴリ前押ししてきて、相手のタンクもゴリゴリ前押してくると、アナもこんなとこによってめちゃくちゃ押されてますね。シグマが最初にやられて、やっぱ構成負けかな。オリーサもやられちゃいますね。ここは正直無理で、第2ウェーブじゃなくて第2拠点も取られまして、第3拠点の防衛からです。リーパーやるもののという感じですね。味方アッシュから変えてんのかな。正直あ変えてますね。アッシュからリーパーに変えてます。やっぱ正直今の環境ヒットスキャン2枚はやっぱきつそうですね。マクリーアッシュっていうのは結構きつそう。それやったらウィドウメーカーとか積んで、あとはリーパーとかフランカー系トレーサーゲンジデュームフィストあたりを積んだ方がまあ無難なんかなとは思います。ほんで味方のリーパーやられちゃいましたけど、こっちがウルトてんこ盛りで結構火力的には押してる状況じゃないかなと。相手デスブロッサム止めて頭と、その間に味方のオリーサがザリアとドゥームフィストやってくれてるんで、これは守れますね。どうやってやったんや。前にシグマがいるんでちょっと詰めて、スタンがええとこで入ればなと。うん惜しい。ええ感じにスタン入れてる。すごい惜しかったですね今。結構マクリーのスタンってロードフックとかにも通用するんですけど、瓦礫とか CC 系スタン持ち系をこうなんていうか時間差で入れることによってかなり効果的なんで、時間差を意識してやってますと、相手めっちゃ攻めてくる。ドゥームフィストがゴリゴリ。モイラのコアレッセンスもめちゃくちゃやなほんま。相手の突破力が半端なくてこのまま壊滅しましたね。まあもう一回多分当たれると思うんで味方のリスを待ちます。はい、で構成変わらずで味方リスポーン右から多分してくると思うんで一緒に行く感じですね。味方行ってるんで行こうと思ったら角にリーパーいる。フラバン避けられるんで一旦帰ります。またお家に帰る。でこれはルシオがやってくれて、おいしいおいしい。1枚取ったんでいけそうではあるけど、ルシオがやられちゃいましたが、ここでデッドアイ溜まってるんでデッドアイバチコーン、シグマに座れる。まああの左から下に降りてオリーサをいじめ抜いております。めっちゃヘッショ入ったな気持ちいい。ほんでシグマもやれそうやけど、ドゥームフィストが左でギュイーン言うてるんで、ここはちょっと待機して行かせといてからの前に出ると。まあこっちも向こうもルシオがいるんですごい動き的には速いんで、詰めたり引いたりっていうのはできんのかなと。 OK、 ドゥームフィストもやって、あリーパーこんなとこにおんねや、これは気づかなかった。まあ相手のリーパーは帰りましたね。っていうか最後までまあ時間使えずにノンストップでほぼ押されてたんですけど、残り時間1分50秒ぐらいまで使えてるんで結構足止めできてんのかなと思います。ほんでちょっと下がりつつここら辺で当たると、まあ縦の割り方が相手半端ないんで、まあリーパードゥームなんで、でドゥームも飛んでくると、オリーサめっちゃローやれたらええのになと思ったんですが、味方のシグマのウルトと合わせてウルトは決まらずやけど牽制にはなってる。オリーサの盾ぶち破ったんでこれはいけそう。モイラやってくれて、リーパーのデスブロッサムめっちゃいろいろ刺さってますね。ナイスナイス。残り1分かな。ドゥームフィストが左からちょっとロームしてきそう、なんかお散歩してきそうなんで、まあこれをちょっと見つつって感じだと思う。ドゥームフィストマクリーからしたらスタン決められたら終わりなんで、スラムかスラム決められたら終わりなんで、これめっちゃ気にしてます。味方のリーパーがやってくれる。リーパー来たんですけど、ここスタンしてやってくれましたね。オッケーオッケー。マクリーのこのフラッシュバンってマジで輝くとき輝くからな。アナもやっていくと、残り40秒めちゃめちゃ試合になりそうな予感。だいぶ時間使って残り25秒っすね。
オッケー、ちょっと足止めしつつ後ろに下がっていくと、またデッドアイ溜まってるんで、デッドアイをどっかで吐いていこうかなと思っております。ドゥームフィストどこおんのかな相手、ちょっと確認しつつ行ってます。上から落ちし、デッドアイ、ドゥームフィストここやん、危ない、死にかけ。でも刺していく、ほんで味方のシグマのウルトも OK、 ライハートやって自分死ぬんですが、これはしゃあないか、まあ、しゃあないしゃあない、これはしゃあない、めちゃめちゃピック取ってるんで大丈夫やと思うんやけどな。あ、オッケーオッケー、大丈夫ですね。相手残ってんの多分ルシオ残ってると思うねんけど、オッケー、コアラシセンスでやってくれて、そのまま防衛しましたね。最後まで押し切られへんかったんはかなりでかいんちゃうかなと思います。まあリーパーの、まあ、裏取りにスタン当てることができて、まあ、マクリーの仕事はしたんじゃないでしょうかということで、攻撃側やっていきたいと思います。攻撃側はこっちが2枚立ては変わらずで、マクリーも変わらずで、ほんでバスティオンですね、ほんでバティストが出てます。これ強いっしょ、バティスト強化されたし、まああの橋の下っていうか、このなんていうの、ガソリンスタンドあたりで止められへんかったら、まあいけんのかなと思います。自分はちょっと左から、相手何おんのかな、マクリー出てますね。相手のドゥーブフィストやってた人がマクリーかな、ちょっと分かれへんけど、まあ、パチパチ、相手もバスティオンや、バスティオンマクリスね、かなり一緒の構成ちゃうかこれ、どうなんやろ。下からスタンちょっと狙ってるんですけど、スタン当てたい、当てた、マクリ一発惜しい、あと一発やれたんですけどね。とりあえずまた右から行って、相手のマクリあたりをやろうかなと、まあ、バスティオンとかでもいいんですけど、出てきた敵をやろうかなと思います。マクリやりたいやりたい、当たらへん当たらへん、やられる。この同キャラに倒される時の、まあショック感が半端ないですけど、まあ、バスティオンがね暴れまくっておりまして、第1チェックポイントそのまま取りました、ありがとうございます。まあ負け取っても多分勝っとってもいっとったんやろうなって感じですね今のは。はい、で第2チェックポイントなんですが、まあ、変わらず縦割りをちょっと手伝って、バスティオンやられちゃいましたね。イモータルちょっと遅れちゃったか分からん、シールドが貼られてへんのか分からんかったけど、とりあえずやられちゃいました。バスティオン落ちてるんで、ちょっと引き気味に行きたいとは思ってます。やばそうやばそう、ちょっと一回引いて、シグマのウルトが使えるみたいなんで、マクリーのこのウルトと合わせたいと考えてます。もう 97% なんで、もうすぐ溜まるってことで、シグマがこう持ち上げた敵をデッドアイでバシバシっと行きたいですね。はい、でここウルト溜まって、シグマのウルト持ち上げる2、3枚、神、マジで神。ほんで味方のバティストのイモータリティフィールド燃えてたんで、自分は死なへんかったと。相手もウルトいっぱい生えてきてたんですけど大丈夫でしたね。前詰めてバスティをやろうとしたんですけど、結構硬いんやな、このバスティオンっていうのは。さすがロボット、まあ逃がしちゃいましたね。おっと、危ない危ない危ない、死にかけてるんで、ヒールもらおうと思ったら車線がないっすね。シグマがマジ神バリア、さっきからこのシグマなんなん、めっちゃ神やん。まあヒールいただきまして、あとは火力を出そうかなと思ってるところ、相手のこのバティスト狙ってるんですけど全然当たらへんと。まあ下のモイラいるんで、これだけ倒したら、あとは味方の戦艦が全部やってくれました。マクリーいるんやな、マクリーはやってと。オッケーオッケー、マジでちょっとやることないですね。普通の時はウルト合戦の時は結構やることあるんですけど、それ以外の時は、まあ、味方のバスティの方が火力出てるというか、縦の張り方がこっちの方がうまいんやろなって感じです。ほんでここよ、完全に陰キャマクリーします。誰か来るから、はい来ましたね、半蔵アザマス一キルと思ったら、マクリーに後ろから撃たれたんで、急いで帰る急いで帰るけど、ちょっと味方の人も了解って言ってるかもね。まあまあまあ、バスティオンがそのまま進んでいって、裏で護衛する感じになりました。トレーサーとシグマをやって、ウルトが溜まってるんでと思ったら、まあかなり敵の方が死んでるんやな。バスティもめちゃくちゃ刺さってんな。まあ上からとりあえず援護しようかなっていう感じ。トレーサーにちょっと撃たれたんで、左から来んのかなと思ったら来えへんと。シグマが来たんで結構削っといて後ろに戻ります。トレーサーが後ろいるんで、これだけやりたいけど、めちゃめちゃ動くね。ドゥームフィストはやることできたんですが、トレーサーどこ行ったんやろ。とりあえず、あ、バスティオンがやってくれましたね。そのままゴールと。最後らへんはもうなんか周りの敵をエイムするだけっていう感じになってましたけど、
まあ防衛の時とか、感じに時間が潰せて、防衛ができたんじゃないかなと思います。ということで今回はまくりの動画です。この動画良かったと思いましたらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。